どうも、柴犬です。キャラクターごとの NG ワードということで、今日は第9回ですかね、9回。残り1、2、3、4、いいんだよな、9、4、え ?5、5ね。9、10、11、オッケーオッケーオッケー。第9回。はい。浅見芳子さんのドリームカード。こちらをですね、1番から10番まで取り出して、狼、小鹿、猿、チーター、黒豹、ライオン、虎、タヌキ、コアラ、ゾウ、羊、ペガサスとね、番号を振って、その出たカードの番号のキャラクターの NG ワードをお伝えしています。はい。ということで、残り4つになりました。今日は9回目、これでいきましょう。はい。6、狼、小鹿、猿、チーター、黒豹、ライオン。ライオンのキャラクターですね。ちなみにこのカードでいくと、まあでもね、本当に好きなこと、魂が喜ぶことをしようということですね。ちょっと、ぼやけで見えづらいものかもしれません。はい。ということで、ライオンさん。ライオンさんのキャラクターが嫌がること、NG ワードですね。NG ワード。いきましょう。ライオンさん。まず、ライオンさんは、あれですね。言葉というより、まず、礼儀礼節態度。うん。礼儀礼節態度というのを非常に重んじますのでね。はい。そういったところを、まず、こう、軽んじないというか。はい。いきます。黒豹、ライオン。まず、真っ向から否定というかね、いや、それ違いよと、ね、いうふうに否定されるのはやっぱりライオンさんとしては、ね、プライドが傷つくというかね、面白くないだろうし、それで聞いてなかったとか、いや、忘れてたって、いや、百獣の王ライオンって自分で思ってるかどうかわかんないですよね。そのライオンさんが言ってること聞いてなかった、いや、忘れてたって、それありえねえだろ、みたいなね。そういう言葉でライオンさんも NG に投げかけちゃダメですよ、と。後でね、こう後回しにするような、おい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 、みたいなね。何もうニュアンスだけで伝えてますけどね。後回し。まあ、ライオンさんのキャラクターは同時にこう並行してやれないかなとかっていうところってあるらしく。うん。だから、何々しながらとかね。うん、いうところが、まあ、多分これ3のキャラクターに強くあり得るんだろうけども、特にライオンさんの場合は別に家来を従えてるっていうわけじゃないですよね。いや、同時にできないのかなとか。なんで待たされる必要あんのとかね。うん。いうふうにか、何かこう、やっぱ、後で、後回しにされるってもう無償ないですよね。だって自分がすごい人というか、うん、自分って特別な、みたいな感じの、部分を持ってるわけですからね。はい。そしてこれが終わってからにし、これも後回しにされたと。あとは、ちょっとこれは誰でも言われたら嫌な言葉なんですが、特に嫌がるだろうと。バカ、怖い、偉そう、みたいなね。はい。あと上から目線だと。はい。いうふうに言われるのも、やっぱりそれは面白くないというかね。うん。はい。で、さっきも言った礼儀礼節態度ということで、初対面の時からのタメ口。というのも非常に嫌がりますのでね。はい。ぜひそういったところも、まあ、ライオンさんのキャラクターのを持っている方とこうお付き合いというか、さっきね、お猿さんのキャラクターの時もお話ししたかなと思いますが、やっぱりこう人が嫌がることというのを言わない。何気なくやっぱり私たちが感じて、それをこんなに伝えた時、大体その言葉って相手の個性の指摘。でもそれをやっぱり相手にとっては言われたら嫌な言葉だったりする。ので、やっぱり NG ワード言わないっていうことが、逆に相手の方をこう喜ばせることというか、まあ、喜ぶかどうかよりも、気分を悪くしない。うん。というふうな、そういった、うん、言葉がけというね、相手が気分を悪くしない言葉っていうのを、心がけてコミュニケーションするだけで、とてもね、いい関係性って作れるんじゃないかなというふうに思います。ということでね、今日の内容も、なんか参考になりましたって。勉強になりましたということであれば、高評価、ぜひいただけたらと思いますし、また、チャンネル登録も、ぜひしていただけたら嬉しいな、ということで終わります。ありがとうございました。